一人たちよ、私たちには実際に多く与えられている。多く任されています。教会に呼ばれて、少なくとも毎週、感謝の祭儀に預かって、御言葉を聞いて、その説明、その説教を聞いて、そして、秘籍に預かること。信仰の歩みを歩めば、毎週毎週、いろんな典礼によって、いろんな祭儀によって、御言葉を聞くこと。御言葉が自分たちに入り、自分を照らし、自分を慰め、そして、神の言葉であるから、伝えられたことをそのまま、私たちのうちに実現され、そして、母なる教会の指導者、の牧者、カテキスタなどに導かれ、もちろん、今締められて、時々、叱られて、そして、慰められて、照らされている私たちは、多く任されています。私たちには、多く与えられています。任されています。わざとこの動詞が使われている。任されるものは、任されたものが自分のものではない。任されているものは、方は任された、恵みなどの持ち主ではありません。任されているから、預けられているから。だから私たちには毎日多く頼まれています。多く要求されています。どういうふうに？奥さんから、友達から、主人から、子供から、両親から、恋人から、兄弟から、学校では先生から、仲間から、仕事のところではその仕事の仲間、部下、社長などに頼まれています。人生そのものも私たちに多く頼まれます。多く要求されます。いろんな事実、不安とか、病気とか、それによって私たちに多く頼まれています。私たちに何を与えられていますか？任されていますか？イエス・キリストです。本父が私たちにイエス・キリストご自身任されています。私たちには与えたのはキリスト。すべての筆跡、すべての復帰、すべての言葉は私たちにキリスト自身を与えてくださいます。私たちがキリストと一体となるために教会に行っています。彼の命に預かる。最もふさわしいに言えば、彼の永遠の命をいただくため、私たちは生きるのではなく、もはや私たちは生きるのではなく、私たちのうちにはキリスト自身が生きていると聖パウロが書いてあります。キリスト。隣人が私たちにはキリストを求めています。キリストを探しています。罪を犯した時にも、私たちを侮辱した時にも、私たちを軽蔑した時にも、キリストを探す。その愛、その限りのない許し、その条件のない慈しみ、それを探しています。なぜ、キリストが私たちに、そういうような形で愛してくださいました。彼が、キリストが福音に現れた、の忠実なしもべです。彼が、御父が言われた通り、しました。だから、幸いな方だった。どうして、死にながら、自分の命をかけながら、私たちに奉仕をした。私たちのこと、すべて大事にした。自分よりも大事にした。奉仕するのはこれです。私の目の前にいる人は私より大切です。私の時間はそんなに大切ではない。私が一生懸命やっていることをすべてやめて、相手のところに行くこと。相手に呼ばれたら、奥さんに呼ばれたら、両親に呼ばれたら、見ている、呼んでいる、やっていることすべてやめて、急いで行きます。答えます。そして、自分の考え、自分の理想をすべて捨てることができるようなしもべ。相手のために、相手の意見を受け入れるために自分の意見を捨てる。ですから、このしもべは重要なものです。キリストが十字架に貼り付けられた時には、この世の一番重要なものだった。最もふさわしいに言えば、唯一な、誠の銃を得たものだった。何も守らず、自分を守ろうとしなかった。もうすべて取って。あなた方が私の人生に命を取るのではなく、私はあなた方に命を与える。それは私がいつでも与えたり、改めて、もらったりすることができる。その命を与えることもできる。
改めてもらえることもできます。キリストには命が限らないものだ。で、この同じキリストの命を持っている者は、キリストと同じように生きる。だから、相手のために犠牲をいくらでも払います。お金も失う。名誉も失う。相手が私を殺そうとした時には、私は手を広げて自分を渡す。これは、時間通りに食べ物を分配させる管理人、しもべです。忠実に与える管理人です。賢い、知恵のあるしもべです。時間通りに食べ物を分配させることにしている忠実で賢い管理人、しもべです。時間通りにどういう意味ですか？奥さんが近づくときには時間です。その時間です。キリストがその時間分かりました。キリストはヤコブの息子ヨゼフと同じように、自分を裏切った兄弟たちが自分に近づいたときには、この時間であると分かった。わきまえた。だから、キリストは、これを、このことをわきまえていなさい。この識別。相手に命を与える時間は何ですか？あと10分、あと1時間、あと2時間、わかりません。何か起こるかをわからないから。けど、ヨゼフは、一つのことをわかりました。彼が、兄弟たちに裏切られて、売られた。彼が、ずいぶん苦しみました。牢屋まで、下り道を歩みました。そして、死んだ時には、墓に入った時には、と言いましょうか、復活させた。彼が人生を自分なりにしようとしなかった。そのまま一つ一つの出来事を受け入れた。神がいるだろう。夢を見た人でした。特別な識別はあった。彼が、この信仰がありました。神が全てにおいて働いています。神が全てにおいて、私たちの人生を導いてくださります。すべての出来事の裏には、すべての人々の裏には、神が行う、と分かった。だから、兄弟たちが飢饉に入ったので、食べ物がなかった時には、彼に近づいたと、彼がこの時間です。そして、時間通りに、その兄弟たちに食べ物を分配させた。忠実に、で幸いだった。和睦した。すべてがまるで変わった。お父さんさえも、ヤコブ、お父さんさえも、エジプトまで登りました。で、みんなの兄弟は、統治と仕事とかなど、お金とか、もういっぱいもらいました。この見捨てられた兄弟のおかげです。同じようにキリストが私たちにしました。私たちはキリストを売りました。キリストを裏切った。キリストを殺した。で、彼が死んで復活した。で、私たちが飢饉に入った時には、つまり食べ物がない。つまり愛がない。つまり相手に、奥さんに食べ物、つまり愛を分配させることはできないときには、もう本当にない。心の中には愛がない、許しがないと分かったときには、神の言葉を聞いたり、その良い知らせを聞いて、キリストに近づくことを、筆跡を通して、祈りを通して、など、感謝の詐欺の時とか、許しの筆跡の私たちが、キリストに全てをもらいます。キリストに、自分の命が与えられます。でも、任されています。子羊の命。神の子羊の食卓に招かれたものは幸い。その子羊、あなたを満たす。あなたを許す。あなたに任されます。あなたに与えられます。だから、同じ子羊は、あなたに頼まれます。与えられたから、もらっているから、奥さんにも与えることができる。敵までに、それを与えることができる。それはあなたの幸いです。私の幸いです。どうして？キリストの命があるから、キリストの命が私の幸せです。私はもはや死なない。苦しむのは苦しむ。相手のために命をかけるときには苦しむ。もちろん。もちろん肉も痛い。けど、どういう喜びがあるか。本当に満腹が。こういうふうに愛する人でないとわからない。あなたはこの愛を持っていただいて、キリストの愛、キリストのこの愛、をいただいたときには、そしてその愛で相手を愛したときには、あなたがこの世で最も素晴らしい、立派な幸せを味わう。